ライトがだからついてない。私の大切な私の大切なライトが壊れてしまいました。悲しいです。私だからちょっと今日はもう慣れてます今日はもう慣れてます。私漏れません。そうなんよね、調子がね割とずっと悪くて、なんかチカチカしたりとかしてたんだけど、でも頑張れ頑張れって言ったら頑張ってくれてたんだけど、ついにもう電源すらつかない。今ねあれなんよ、スマホの光をつけてね横に置いとんよ。でもちょっとこんなこの光じゃちょっとダメちょっと悲しいお気持ちですけど、ちょっとお久しぶり。あれなんよね、リコちゃんとのさバタバタ配信以来なんだよね。お久しぶりです。やっほい、エビちゃんありがとう、末子長男さん、深緑さん、 D さん、リカさんありがとう、ありがとうございますです、ありがとうございますです。こうさん、ウケるってあれなんか笑いだけみたいな、キノコ笑いだけですかありがとうございます。コーラさん、初見さんありがとうございます。やーほー、シャツのおすすめの色を教えてほしいですって、あれですか、コラボの T シャツの話、それもちょっとしたいな、その話もしましょう。そうちょっと久しぶり、元気してた。私はこの土日はねお休みだったんですけど、お休みだったのでもう本当にずっと引きこもってた、ゴロンゴロンしてました。そしたらいろいろなものが復活しました疲労感だったり、ずっと溜まってた睡眠不足だったり、すべてが解消して、とても素晴らしい月曜日、あでも違うな、素晴らしい月曜日でもなかったです今日ピルマさん、ヤンカーさんありがとう、日曜日池袋にさやかりに会いに行くって待ってる。無料なので無料で観覧できますし、配信もねありますので、ぜひぜひ日曜日は私たちと楽しみましょう。一光さんありがとう、カズさん、山猫坊主さんありがとうございます、うん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 、そう休みの間ねちょっと出かけようかなとか帰省しようかなとか思ってたんですけど、もうどこにも行ってないもう本当にね何もしてない。ちょっと待って、全てのコメントに目を通したい、いろいろとそう話したいことがたまり回ってるたまり回ってるよ。そう、日曜日にあるオンコロライブのレッスンはね今日しました。今日の朝あったよ。
キノコいっぱいありがとうございます。ツナさんもありがとう。ちょっと待って、追いついていい？何の話をしからしようかな。そう、 TikTok 今日上がってたから見て。リコちゃんと撮ったやつ。タタ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 タン。リコちゃんにキスされてます私。大丈夫そう、あれ。大丈夫そう、ただのなんか。大丈夫そう。あれをみんなはどういう気持ちで見るんだろうって思って。どういう気持ちで見るんだろう。分からん、私本人ですらどういう気持ちで見たらいいんだろう。コーラさん、ツナさん、ありがとう、ありがとう。今月からメール取らせていただきました。ありがとうございます。さやからメールよろしくお願いします。さやかりんと共に人生を人生を乗り越えましょう。悲しい気持ちで見るん？私もね、今月の頭からメンバーを2人増やしました。誰かは秘密、誰かは教えん。メンバーを2人増やしたから、ぜひさやからメールを、まだ私のメール受け取ってくださってない方はぜひ、なんかね、ちょっとお試しでもやってみてほしい。なんかね、楽しいよ。新しい、なんかな、普段新しく登録したらさ、その目新しく来るからさ、なんか毎回おう、あ、そうだそうだって言って、なんか嬉しくなっちゃう。合計で何人撮ってるのって、今は合計で4人ですね。合計で4人でございます。もうちょっと増やすかも。ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとう。先月からメール取り始めました。今月もよろしくお願いします。自己紹介メールまだ送ってないから、送るね、明日送ります。待って、じゃあ私も2人増やすかって、違う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 、それは違う。それとこれはちょっと話が違う。私はね、あれだから、勉強という名目でさ、そうメールをね、いろんなメンバーの取ることによって、こういうメールが来たら嬉しいなとか、そういうね、そういうのが兼ねてるからね。急に早口。
うん、コーラさん結婚はしませんよ。イサッピさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。ほら、スマホのライトがないとこれ困っちゃう。まあ、いっか。たた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 。スマホのライトがないと困っちゃいますわ。なんでライト壊れちゃったんだろう。配信中ってツイートしとこ、あ、ポストしとこ、ポストポスト。買わなきゃいけん、ライトを買わなきゃいけん。じゃあもろて、あれなんよね、前回のさ配信が、ショールームの配信がリコちゃんと二人でしたので、すごい6周年じゃないや、ツアーについてとかあんまり話せんかった。リコちゃんとの配信はみんなついてこれてた？大丈夫だった？二人ですごい二人ですごいさ盛り上がる、なんか普段みたいな感じで話しちゃってたけど、そうすごい笑ってしまった。ハイテンションだった。前回さの東京の公演の時、山台があったじゃないですか。山台の上にさらに山台高いとこがあって、その一番端っこ、そこの 1.5 で踊る立ち位置の曲があったんですけど、ちなみにそれは一杯の水なんですけど、それが本当に私怖くってさ、山台
あの上がるとこなんて言うんだろう、山台って言わない、あれ山台じゃない普通にもう山台、山台何番って言われるから山台かと思ってたえ、そんな業界用語だったの、なんかごめん、全然そんなさあれだよ、業界人感出したくてさ言ったわけじゃない。あの高い、そう階段登っていって踊る上のステージあれ山台ってもともと言ってなかったっけ、嘘、山台、え、他のメンバーも山台って言ってた、そう みんなもう普通に山、そう山台と平場、へえ、かましてきたって言われてる、違うよそんなそんななんかちょっとなんかあれだよ、業界かぶれみたいな感じになって言ったわけじゃないです違うから、そう山台なんて言うんだろう、じゃあそう高いところにそう一番高いところで踊る時があって、もう本当に怖くて、あれみんなどうやって踊ってたんだろうって思って、すごいそれが今印象に残ってる、本当に恐怖心と戦いながらとりあえず頑張って笑顔は崩さないように頑張ってた。いやなんかね、普通にもう一歩、もし一歩よろって踏み外したら階段から落っこちって、あこれはまずいなっていう感じの高さ、普通に階段なの、そうだからなんかちょっとひよっちゃって、普通に踊ってたらさ全然そんな落ちることはないはずなんですけど、よろけちゃったらこれ転げ落ちちゃうよなとか思ってさ怖かった。でもなんとか、あとあれよね、好きになれただけで幸せだ、好きなれの時とかもさ階段で歌ってから歌いながら降りてくるみたいなのがあって突風が来たら危ない、そんなに一応室内になってるからね、外じゃないから突風は来ないかも。そう降りるときさ、あれ配信で出したアーカイブも見たんですけど、すごいさ階段見ちゃって降りてるのがめっちゃかっこ悪かったよね私って思って、でもさ階段見ずに降りる、うん、でも降りるべきだったよねちょっと大反省、次もし好き慣れさせていただけるんだったらちょっとそこを気をつけるから見ててほしい。え、でもどうやって降りたらいいんだろう、怖くてさその恐怖心勝っちゃってめっちゃ下見ながら降りちゃったからさね、でも多分ね降りずに見ずに降りるよね、うん、だよね。手すりをつけましょうって、それもそれでなんかどうなんだろうね。すごいみんなどうしよう、みんなもう怪我しちゃいかんって、危ないから。それでいいってみんなが心配しすぎてありがとうございますありがとうございます、見てくださいってめっちゃ心配してくれてる、ありがとう。じゃあちょっと危なそうだったら見る、そうする、ちょっといけそうだったらちょっと見て、難しいな、考えます。考えを。
とあれだ気づいた？サングラスデイジでさ、いつもみんな今回のツアーは小物を、夏らしいね、浮き輪とか水鉄砲とかを持って出てくるんですね。私みんな何持ってたか見た何持ってたというか何をかぶってたか見た。翔一さん、クマありがとうございます。ありがとう、クマありがとう。ヘアカリンどこってなった。そうなんですよね。葵さんを見てたって。私も見てください私も見てください。そう、麦わら帽子をかぶってましたワンピースの麦わら帽をかぶって登場しました。なんかさ、選べてさ、今回人数が増えたからスタッフさんが追加でいろいろ準備してくださって、で麦わら帽増えてたから、で誰もね、まだそれ取ってなかったのだからそう、あ、いいじゃん麦わらって。そう、海賊王の気分、ワンピースの。そうよ、麦わら帽子かぶりました。楽しい気分でした。でもね、衣装にはね合ってなかった。普通に私紫のね衣装なの、淡い紫の衣装なので、ちょっとそれはあんま合ってなかったんですけど楽しかった。でも配信とかで見たら全然映ってなくてちょっと悲しかった。本当に一瞬とかしかあんまり映ってなかった。ヒューガヒャンさん、ありがとうございます。ありがとう。ドド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 では目立ってた。それはそれならよかったそれならよかった。翔一さん、ありがとうございます。ありがとう。ラッキーさんも、ようちゃんさん、キノコいっぱいありがとう。ライト買わなきゃいけん。ライト買わなきゃ。ライト買おう。今日はちょっと私の女優ライト壊れちゃった。壊れちゃった。今頑張ってくれたこの子。だって私が初めて買ったのいつだったっけ。多分確かみんなに勧められて、ライトあった方がいいよって、あるのとないのとは全然違うよって言って勧められて買ってから、もうずっと使ってるからさ、
2年は経ってるんじゃない、もっとだよきっと、3年とか4年3年半ぐらい経ってる気がするな。ありがとうございました、よくぞ。よくぞこれまで共に歩んでくれました。そうね、研究生ちゃんたちが僕隊やるんだってね、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。昨日見て楽しみだね、見に行きたいな、絶対見たいな。で8人なんだね、8人なんだ、そっかそっかそっか、8人か。じゃあいろいろとどんな感じになるんだろう、楽しみ。レイダウンの歌い出しはどの子になるのかな。ひざまずきなわ、ユニット掛け持ちでやるんだ、なるほど、忙しいね、大変だ。9月6日に新選抜発表があるの、何情報それは、新選抜発表があるの9月6日、今は何日、9月4日、あさってにあるの？どういうこと？どういうこと？違うよって。当日のセンターを決めるだけ？本当ですか？なんか当日のセンターを決める？どういうことだろう、私はずっともうスマホここにさ貼り付けてるからもう私には何の情報も今入ってこないんだけど、大阪公演のセンターを決めるんだ、そういうこと、もう明後日に決めるんだちょっと混乱を招いてるね、びっくりしちゃった。あ、そうなんだ、大阪公演のセンター、何の曲のセンターなんだろう。研究生配信 STA48 全国ツアー千秋楽にて実施、新センターが選ばれる抜き打ち企画大発表スペシャルって、今頑張って情報を整理してる。全国ツアー千秋楽にて実施される、え、どういうこと、千秋楽にて新センターが選ばれる企画があるってこと、どういうことそれとも新センツアーの千秋楽で実施されますものの新センターが選ばれる企画っていうこと、どっちなんだろう、何も聞いてないよ、何も聞いてない。あ、そうなんだね、10枚目の選抜発表は多分関係ないと思え、もうびっくりしたじゃんびっくりしたじゃん、ちょっと私たちは今そう、もうすごいビクビクしてる時期なので、もうびっくりしちゃったよ、もうへえ、何があるんだろう。あ、8日ってでもなんか私8日でしょ、夜とかかな、みんな出るやつなのかな、どうなんだろう、
そうよ。だってもうあのさ、なんだっけ、東京のさなんかダダン速報ってもう絶対さ、絶対あこれ選抜発表じゃないってなった。だってもう本当に心臓止まるかと思った。でもね、結果的にはユミリンさんの卒コンの発表で。嬉しいお知らせで、あれは正直2回目の発表待っちゃった、ちょっと思った。私ももしかしてこの後になんかまたダナンが来るんじゃないってちょっと思ってた。ちょっと思ってた。だからみんなでありがとうございました、ありがとうございましたって言って自分も言うまで、もう本当にちょっとビクビクしてた。でももうその自分で叫んだ瞬間に、あ今日はないんだってなった。いやな、以前の選抜発表の時はすごい、なんだろう、すごいね。悲しい、皆さんにも悲しい気持ちにさせてしまって反省したので、なんか泣いちゃって、今回はね皆さんと一緒に嬉しい記憶で、最高の記憶で塗り替えれたらいいなとすごく思ってるんですけど、どうなんだろうね、怖いなっていう時期です今。なのでそうびっくりした。とりあえず明後日は違うんだね。明後日は違うっぽい。何があるんだろう。大阪でやる公演の曲のセンターか。なんで決めるんだろう。じゃんけんだったら、じゃんけんだったら任してください。じゃんけんだったら任してください。以前ちょっとミニ企画的なやつであったじゃんけん大会は優勝したので。がくじ引きありそうね。でもその日のコンディションによる。なんかさ、いけそうな日はいけそうって分かるんだけど、あ今日は私じゃんけん強い日だなって分かるんだけど、なんかあもう今日は絶対ダメだっていう日もあるからさ、でも大阪はね3日間打ち上げも入れたら、打ち上げ祭も入れたら3日間あるから盛りだくさんですね。盛りだくさん。今日はあ今日なんかあんま強くない気がする、私じゃんけん。今日はなんかいけん気がする。今はなんでだろう、あ多分ね。あ分かった、いけるかいけんかは私のあの気持ちのさ、気持ちが乗ってるか乗ってないかだ。今日は私もう女優ライトが壊れちゃって今。ちょっともうさっき慣れてたので、それか。単純な人だった私。どうなんだろう、ちょっとでもさ今すぐは届かないわけじゃないですか、ライトって頼んだとしても。いや今すぐ
届くものあるのかな。どうしよう、ちょっと漏れる、ライトがなくても漏れる場所探そう。洗面台のとことか光強そう。あ、そう、あのね、リバティンエイジさんとのコラボもいつだっけ、土曜日とかだったかな、数日前に発表させて、ついに受付、予約受付開始中ですので、皆さんぜひ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 お揃いにしましょう。ツイートとかでも、あ、ツイートじゃないね、ポストもぜひご覧ください。写真とかもいっぱい載せてるので。あ、そう、あのね、そのことについてなんですけど、配信で紹介しようと考え中です。考えてます。今週中にね、できたらいいなという話なんですけど、事務所からになると思うので、ちょっとまだ詳しい日程はあれなんですけど、今週中にしたいなと考えております。前職来てお見せするで、いろいろポイントをお話ししますので、今週中多分どこかしらでもし、できると思うので、来てくださると嬉しいです。それまでに女優ライ、いや大丈夫、事務所で多分やるかないっぱいあるはず、事務所にはライトが、もう3個ぐらい並べてもらおう大量に並べてもらおう。そう、あれね、全部色とかも、刺繍の色とかも、この色はこの色でとか考えたので、こだわりがいっぱいです。どうですか、なんかさ、着やすい、なんだろう、男女問わず年齢問わず着やすいのってどうなんだろうってすごいちょっと分かんなかった。どうかな、着やすいかな、色とかによってはね、着やすいかしら。何色がパッと見よかった。そうなんよね、このね、胸のところにずっと寝ていたいっていう私、あのずっと寝ていたいって日本語で書いてる T シャツをよくお気に入りで愛用してて、ちょっとあの自分、私もあのロングスリーパーでめちゃめちゃ寝るの大好きなので、入れたいなということで文字を入れさせていただいたんですけど、英語でずっと寝ていたいって書いたら、なんて書いてたっけな、 I want to sleep forever みたいな、ちょっと違うかも、でも全然ね、あのちょっとね、でもあのもう出た後に気づいてさ、そうフォーエバー永遠に寝るってなんかあれあれ大丈夫ってちょっとなっちゃったんですけど、そういう意味じゃないからそういう意味じゃないから、ちょっとそこはちょっと誤解しないでそういう意味じゃないから、そう、違うからちょっとね、なんだっけ、人に言われたんだったかな、なんかで、あ、確かにって
確かに大丈夫ぞって気づいてさでもその頃にはもうすでにもうすべて終わった、完成した後だったのでいやでもそういう意味じゃないからね、違うから、ずっと寝ていたいなっていう、そういういっぱい寝たいなみたいな、そういう感じだからよろしくお願いします、そういうことですで、そう、後ろはカエルとリンゴの絵がプリントされてる、デザインがプリントされてます。なんかいろいろ考えたんだよね、ちょっと送ろう、メールとかで送るかも、あの初めの方に考えたデザイン案とか、なんかねいろいろと、初めはね全部カエルとかも刺繍でしたくてとかいろいろ考え、あ、初めはなんだっけ、泣いてるカエルみたいな絵にしてて、でもなんかいろいろ慣れて難しくて、それを刺繍でしたかったんだけど、それを再現するのは難しいっていうことになって、ちょっといろいろね試行錯誤した結果今のデザインに至ります。そう、シンプルに、もっと初めはなんだろう、かっこいい感じというか、立体的なか現物に近いカエルをデザインしたくて、リアル感のあるカエルを描いてたんだけど、なんか途中で、あ、もうちょっともう可愛い感じでもいいんじゃないかなってなって、うん、T シャツだし可愛さがあってもいいんじゃないかなっていうことで、なんかちょっとポップな感じになりました。でもね、リアルカエル版もね、ちょっと私は好きだったので、またまたね、なんか機会があったらしたいな。リアルだったら買うの迷ったかも。本当は、じゃあ良かったのかな。え、どういうことだろう、今今のデザインだったらすぐ買ってくれたってこと。よかったのかな。そう、いろいろ考えた。お気に入り、え、なんか実物見たらね、実物、あのずっとさ、デザインのさ、その紙でこんな感じですみたいなのは、これで大丈夫ですかっていうのは見させていただいてたので、見させていただいてたんですけど、やっぱ実物になってるの見たら感動しちゃった。今はね現物ないの、だからね、ちょ、今度今週のどこかで実際に来てお見せします、お見せする、配信するので、詳しい日時は少々お待ちください。その配信でいろいろと話そうかな。裏話、うん、裏話もちょっと考えとく考えとこ。気づいてらっしゃる方もねいるかとも思うんですけど、その東京でさ、あの私イベント中に1日東京で撮影がありますって言ってた日あるじゃないですか。その日でした、その日でございましたわそう、あの話、私服での写真とかもあったからね、多分服とかでね気づいてくださってた方もいらっしゃるかとも思うんですけどだから結構最近でしょ。あ、そう、動画もね、あの YouTube に
動画、そのリバティエイジさんがのチャンネルに動画を上げてくださってて、すごいすごいなんかかっこいい感じにさかっこいい感じにしてくださっててちょっとそわ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 しちゃった。なんか動画撮られてるなっていうのは分かってたんですけど、あんなねすごいよね、あんな感じになるんだって思って、なんか白いさ、私が振り向いててさ白い光が照っててさ、なんかニコンみたいなそこになってさ、画面が切り替わって撮影風景に行くみたいなあ、すごーいってなってちょっと嬉しかった。素敵に作ってくださってて、普段あの撮影してる時ととことかね、見られる、皆さんに見られることはないので、なかなかレアかもしれません。なかなかレアですね。表現が分かりづらい、ちょっと動画見てみて動画どこから、私の X を開いてくれましたら、多分ね3個目4個目ぐらいにポストしてるので、おやすみみたいな、これを見て寝てねみたいなポストしてるので、そこの URL から飛んでいただけるはずです。あ、そう、メールも送ったね。確かでもね難しかった。私あのさ、撮影ってこれまでさ、なんて言うんだろう、生写真とか STU 関連で撮られる写真とかは、主役はさ、そのなんて言うんだろう、自分を写されるじゃないですか、そのグラビア撮影とかだったら。でも今回は初めて主役は T シャツだったので、ちょっとそこが難しかった。なんか結構さ、こうやってさ、私なんかポーズ取りがち、こうやって胸の前に手を置いたりとかさ、ポーズ取りがちだったりするけど、そしたらさ、このプリントが見えないわけじゃないですか。だから、あ、そっかって、ダメ、そういうのダメなんだって思って、そう、洋服隠せないんだなってなんでそう初めてです。あ、なるほど、帽子かぶったりしてもこうやってなんて言うんだろう、このさ、見せる部分がこう見えるようにしないととか、角度とかあったりして、あ、そっかってね。普段の撮影だったら何も気にせず、なんかこうやって自分が一番漏れそうな、こうやって角度しとけばいいんですけど、なので初めての経験をさせていただきました。うん。そう。そう。どうなんだろう。あなたにとってカルチャーとは、思う存分寝ること。いや、なんかねそうですよ、思う存分寝ることですよ、あなたにとってのカルチャーと。カルチャーです
皆さんにとってのカルチャーは何ですか？そう、全然考えていってなくて、私カルチャーについて、何をってなって、もう何でも全然、皆さん結構自由に言われてるので何でも大丈夫ですよって言ってくださったから、じゃあこれで行こうって言って行きました。です。さやかりんを押すこと、あなたにとってカルチャーとは？模範解答、その通り答えに模範解答として掲載しておこう。そう、あのさ、昨日一昨日かな、メールで七並べで沖さんに当たりましたってメール送ったんですよ。一昨日ぐらいに。そしたら、その言ったっけ、話したっけ、そのね、並べ、本当にそのメール送った直後、あ、言ったか、メールで送ったか、メールで言ってた、その話送ってました。そう、マイキューさんにも当たってびっくりしちゃった。お決まりだな、お決まりやー、決まりメール送った。メンバー2人と同時に当たったことあるって、なんかメンバー同士で合わせてやったりした時とかはあるけど、さすがに合わせてない時はないですね。せーの、ピッってやった時とかはあるけど、びっくりしちゃうよね。ちょっとさ、寝っ転がって並べたりしてても、メンバーと対戦したらちょっと起き上がっちゃうもん。先輩だって、お疲れ様ですって、そう、背筋を伸ばします。ファンクラブあるのですかって、ファンクラブ、個人ファンクラブはまだないんですけど、でも全員あるっぽいよ、順番にぽいよ、のでお待ちください。でもどうなんだろうね、ファンクラブ、個人ファンクラブとか響きがそわそわしちゃうよね。そう、ファンクラブがさ、あの個人のやつできたらいろいろさ、イベント、その個人のイベントとか皆さんと一緒に何かしたいとかできるからさ、したいな。した
したいな、したいな。あ、ファンミっていうのかファンミっていうのか、そのこといろいろしたいよね。ワク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 。ファンミで昼寝はそれはそれはちょっとなかなか斬新でもあれいいじゃん、ま、枕、なんかマイ枕をみんなで一緒に作るみたいなみんなで究極の良質な、ね、眠りを取るためにマイ枕作りたいんだよね私。みんなでそれぞれ自分に合った枕を真剣に作る馬鹿にされてない、ウケるって俊一さんありがとうございます笑いだけありがとうございます。あれね、リアルさやか飯店とかもいいよね、できたら。あ、その時はあの私ではないので私は参加しないんですけど、そうリンさんがね謎にそこの設定を忠実に守ってる。そう、リン店長のお店にご招待とかもいいよね。流しそうめんしたいよね。え、でももう夏、9月、もう9月、流しそうめんしたいけどもう季節が終わっちゃう。来年できたらいいね、一緒に。一緒にできたらいいね。そう、リコちゃんともね配信一緒にしたいねって話してる。また9月12日どこかであるかもしれません、あるかもしれません。タタタドタタ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 タドド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 。この前ねすごい私の今の脳内の流れ、今の話そうとしてる話を思い出すまでの脳内の流れを説明すると、梨の時期ですよって言ってくださってる方を見て、あ、確かにそろそろ梨の時期だなって考えて、でもそういえば季節が移り変わるってことは、もうプラムの時期もそういえば最近終わっちゃったよ、最近もう終わりかけてるよなって考えて、で、あ、そういえばこの前八百屋さん行って
プラムを買ったんだっていうのを思い出して、そう、その話今からしていい？ちょっと今の一瞬で私の脳内ではいろいろ巡ってた。梨、プラム、八百屋って。この前ね、初めて、なんて言うんだろう、八百屋さんでお野菜と果物を買いました。なんか商店街の八百屋さん、八百屋デビューしました、ついに。私これまでさ行けなくてさ、そのね、前を通ったりとかするときあったんですけど、その前を通るときに結構速度を落として、その商品を見て、あ、これが美味しそうだな、あれ美味しそう、新鮮そうとか言って速度を落として、あ、もう買っちゃおうかなとか思うけど、勇気が出ずにそう、素通り、もう立ち去ってたの。そう、チラ見だけして。そう、なんかなんて言うんだろう、ちょっとハードルが高くてさ、なんて言うのかな、なんか結構その八百屋さんとかって人との距離感というか、そういうのが近いイメージがあって、そう、ちょっと敷居が高いというかハードルが高かっていけなかったんですけど、この前なんと初めて行きました。なぜ行けたかというと工藤莉子ちゃんについてきてもらったからですそう、ごめんなさい、結局結局ごめん、人の力借りた、ごめんねごめんね、でももう大丈夫、次からは多分行ける。もう一回行ったとこって私割と一人でも行けるようになるから、そう、ごめん、ちょっと次、今度一人で行くからちょっと許してそう、リコちゃんいたらね、どこでも行けちゃうよね、すごいよね。いや強いよ、確かに私人を盾にしがちかも、よくないね映画館の時のサーヤンと同じやそうや、それと一緒、ごめん、許して、ちょっとちょっと、いや、ごめんね、ごめんね、結局トマトとプラム買った、美味しかった。プラムもね、もうめっちゃでっかいんだよ、こんぐらい、普通のスーパー、あ、これはでかすぎかも、こんぐらい、普通のスーパーで売ってるのはこんぐらいね、トマトもさ、スーパーで買うよりめっちゃ安かった、からこれからはちょっと八百屋さんで買う人になろうかな。いいよね。もう食べた食べた、もう全部食べた。ちょっといつの話だろう、数日前の話なので。美味しかった、今度行ってみよう、また次は一人で行ってみます。
そう、私昨日すごいメールで送ろうメールで送ります。昨日私ちょっとしょぼんとしてたんですけど、またメールでちょっと語るかもしれん。あれです。あれです。私の大好きな方が卒業発表されまして、そのことについて私はちょっとまだあれちょっと引きずってるけど、でもね、応援したい、応援させていただきたいですという話です。ういちゃんありがとうございます。そう、ひょぼんびっくりしちゃった。何時だろう今。私もスマホが今さ、このなけなしのライトになってるから21時10分か。まだ全然メール送る時間があった、よかった。そろそろ終わろうかな。終わりましょうかね。なんかいろいろ話そうと話したいことは溜まってたんだけど溜まってて結構ね、話したいこと私忘れちゃうからスマホにメモしたりしてるんですけど、もう今はスマホも見れないし、きっと大体話せたでしょう。話せてなかったらまた話そう。また話そう。いつでも話せるからね。いつでもここに来てね。そうか、今日月曜、そうなんよ。今日月曜日なのね。朝配信。そうだ。話し忘れて。まあ、別に話さんでもいいことや、まあいいや特に話さんでもいいことやけどそう、月曜日なんですよね、今日月曜日、朝配信ね、したかったんですけど、今日はちょっとなんと私、目が覚めたのがあれ、これもメールで書いたっけ、やばい、記憶がごっちゃになってる。目が覚めたのが家を出る何分前、20分前とかで、あれ、これメールで書いた、私
メールでも言ったっけ、忘れちゃった。あ、書いてたよね、なんか今書いたような記憶が蘇ってきた。そう、いや20分よりもうちょっと過ぎてたかもしれない。15分、家を出なきゃいけない時間の、うん、そうだ、家を出なきゃ、出ようとしてた時間の、何分だ、15分前とかなんかさ、土日ゴロンゴロンしててさ、好きな時に寝て好きな時に起きてたから生活リズムが狂っちゃってさ、昨晩がなかなか寝れなくて、ということで今朝もなかなかなんかもう起きれなくて焦った焦った。で本来家を出ようとしてた時間の5分過ぎぐらいに出て全力ダッシュで行きました。そしたらね、間に合った、安心してください、安心してください、間に合ったよよかったよかった。あ、ということであんまりいい月曜日じゃ、月曜日の出だし切れんかった。そう、本当に全力ダッシュした。え、本当汗だくよ、もうレッスンだったんだけど、朝は始まる前が一番汗だくだった。猛ダッシュそう、あ、ちょっと待って、そこの信号ちょっと待ってって、なんかさ、街ってさ、もうあんまさ全力ダッシュしてる大人っていないじゃん。でも私はよく知ってるんですけど、そのだから走ってる時の皆さん、あの走る街中全力ダッシュ最近したなんかね恥ずかしいんだよね、結構あやみたいな感じで見られるので走ってる時の、あの視線が痛いです。もう本当に全力、駆け足とかじゃない、もう50メートル走ですくらい全速力で、私はよく走るんですけど結構視線が痛いんだよね、その時だからちょっと気をつけようか。あ、でも頑張って、あのなんかあんま顔はねあ、もう私顔は全然きつくないですけどみたいな、なんか涼やかな顔をするように頑張ってるそうそう、ちょっとなけなしの、すごいもう焦りながらも、やばい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 と思いながらも顔はなんかこうほんと頑張って、私口を閉じて走るように心がけとるんよそう、せめてもね、せめてものちゃんとあの尊厳を守ろうと思ってさあ、逆にこれがいけんのかな待って、これが原因かな、なんか視線を感じるのはそれが原因？すごいね、もう口は閉じる。普通さ、走ってる時ってなんかこうちょっと必死な感じになるけど、私はそれをしないん。こうやって。そう、せめてもちゃんと、せめてもちゃんと、あのちゃんとね、身だしなみというか。そう、大人としてのなんて言うんだろう、ちゃんとした感を出そうと思ってさ、スンってして
全速力で走るをよくやってる。これが逆にいけない説。これが逆にいけないんかな。そうそうそう、アイドルなのであんまりね、崩れた顔で街の中を走り回るのは良くないかと思って。え、暑かった暑かった今日。結構日差し強くてさ、もうでも走る時とかってもう日傘とかも私ささなかったから今日は。なんなら日傘私さ、なんて言うんだろう、折りたたみの日傘使ってるから、折りたたみの日傘を手に持って、だからそれをなんて言うの、あれバトンのようにして走ってましたよ。紫色の日傘なので、紫色の日傘を折りたたんでこうやって持ってるから。リレー、そうリレーみたいな感じだった。バトン渡したって。あ、そう思われてたのかな。そう、懸命だった今日は、焦った。何してるって言われて、え、違う、私も必死だったの。そういう話で朝から疲れて、朝配信しようと思ってたけど全然寝坊して、悲しい月曜日、悲しい月曜日かもしれんけど、女優ライトも壊れて、やばい、止まっちゃったね一瞬。今日夜お仕事だったんですけど、楽しい収録だった。よかった。うん、そうだね。久しぶりの久しぶりの人間会だったので、久しぶりって言っても2日ぶりだけど、まだ適応できてなかったね。朝の方は適応できるように頑張ります。じゃあそろそろ終わるかな。皆さんもお疲れ様です。月曜日もお疲れ様。疲れたでしょ、疲れたでしょ。ゆっくり休んでね。テロップどうしようかな。何の話したっけ、テロップ。何したっけな。ななななどど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 にゃん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 。あれ、
ということで。ということで、壇上を読ませていただこうかな。いただこうかな。そう、こんな顔だったはず。いただきます。13位から13位、カズサさん。12位、 F 渋谷さん。11位、サッピさん。10位、ヒューグヒョンさん。9位、 IKKO さん。8位、末っ子長男さん。7位、ヤマイさん。6位、ツナさん。5位、ヨウちゃんさん。4位、カズさん、最下位倒し。3位、ゆずきちさん。2位、さやかりんさん、コーラさん。そして1位、しょういちさんです。ありがとうございます。ありがとう。そして明日大吉の方はピタさんです。おめでとうございます。パチ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 、ありがとう、ありがとう。私はこの後はメールを送ったり七並べをしたりしてます。今月は七並べ、そう、チャートリで焼肉目指して、普段より多めにやろうと思います。イエイ。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また話しましょう。今週も頑張っていきましょう。